まずは山原選手からお伺いしたいと思います完全優勝おめでとうございますありがとうございます85回目の優勝です <laughs> 嬉しいですもう100という数字も見えてきましたね <laughs> あ、でもまだまだもうちょっとですね <laughs> <laughs> 今回も早めの仕掛けが見事決まりましたそうですねあの結構高子さんも速度上げられてたのでバックが結構流れてたので もうあのままかけられたらちょっとまくれないかなと思って早めに行きました直線も見事押し切っていきましたけれどもそのあたり自信はいかがでしたかそうですね結構今日軽く感じたのでなんとかはいの残れましたおめでとうございますでは次走の予定を教えてくださいえっと次は佐世保ですぜひ皆さん佐世保での応援もよろしくお願いいたします最後にファンの皆様へ一言お願いします え3日間応援ありがとうございました。今日シャンパン飲むためにあの3日間頑張ってきました。また次も飲みに来れるように頑張るので応援お願いします。山原選手ありがとうございました。続いて矢野正彦選手にお気持ち伺いましょう。優勝おめでとうございます。ありがとうございましたと言いたいところなんですがあのすみません自分あの地元の佐々木に倒しちゃって本当申し訳ないです。<laughs> いいよいいよという声も聞いて <laughs> いはい。そして 板場所連続優勝ですね。あ、はい、なはい、何とか岩手です。後ろ見ながら番手まくり冷静に決めていきました。けれども、あのあたりいかがでしたか？いや、もう本当に菅谷君の頑張りに尽きるんで、もうはい。菅谷君様,様です。それでは次走の予定を教えてください。えっと次はあの広島でモーニング走ります。広島でも応援よろしくお願いいたします。 では、最後にファンの皆様に一言お願いいたします。あ、えっとこれからも精一杯頑張りますんで、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。